はい、思う存分呪い合おうじゃないか。やる気な。そんなやっつけでいいの？初めてだよこんなの。私の望む世界が今目の前にある。棒読みじゃねえかよ。やる気あんのか。目の前にあるよ。悪夢の家しかねえよ目の前。悪夢の家だよ。何これ。この家に入ってしまったら最後。いや、いいからそういうの。やっていこう。何だったっけ。いいからそういうの。それじゃあ始まんないの。やるよ。これ悪夢の家っていう、この家に入るとね、僕らはね夢を見ちゃうんだ。悪夢ね。夢。そう、それもしかしてあれダークライ。そう、ダークライじゃない。ダークライじゃない。間違えるだよ。じゃあいつ始めるのこれ。行こう。行くよ。前置きが長い。何の説明もしてないけど。前髪も前置きも長いからこいつは。そうだよ。前置き。前髪みたいに言わないでよ。お、スキップ。目が覚め、いやスキップしないでしょ。まだやってないんだから一回も。これあれだから今なんかね、なんか間違い探しをするあれだから。間違い探しの正解の裏返りすぎだろ。ひどいな。裏返ってんじゃねえかお前。もうすでに異変だよこれ。じゃあ非術師かっこ音痴を皆殺しにすればいいじゃないか。できもしねえことをせこそこせやるのにね。やめろやめろ。何やってんの。とりあえず君ならできるだろう。自分にできることを人にできないっていうのは。何が言いてんだよ。だから自分にできないことを人にできないっていうのは。お互いバカだった世界線。お互いバカだった世界線だったな。今日呼んだ人失敗だったかもしんないな。すまない、出れるかな。久々の質だからにわかになっちゃったよ。これまた異変があったら戻る。そう、異変を見逃さないこと。異変を見つけたらリビングのテーブルの上にある道具を使用すること。異変が見つからなかったらベッドで寝ること。はい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 。異変は寝室には存在しない。存在しない。異変のない6日に玄関から家の外に出ることだ。そして非術師を皆殺しにして呪術師だけの世界を作ること。それはないですね。7番は。それはなしだ。え。ちょっとエコーなんだよね。エコーかかってるな。あ、エコーかかってた。うん、エコーすぐるやめろ。エコーすぐるが過ぎてしまったね。エコーすぐるか。これさ、最初は多分あれでしょ、ノーマルデフォルトでしょ。これ覚えた方がいいよ。そうだね。はい、この音声覚えて。これマヒット。マヒットの面影ねえよ。あ、違うか。眉毛も太くないし、ハゲてもないしな。パンダくんだね。あれ、確か私じゃないよ。よせ。出てきた、出てきた。進撃の巨人よせ。俺は忘れるなよ。あれ？お？じゃあ厳しいって。厳しい、じゃあ厳しいって。ジョージじゃん。じゃあ厳しいって。危機感。ホラーゲームやってんの危機感持ったらいいよ。危機感持ったらいいねこれ。朝起きて卵、今から卵あれじゃない、生卵5個食べないといけないじゃない。あ、ライフルある。これが今は必要ない。これがデフォルト。これがデフォルトだから覚えよう。そうだね。顔見てくるんだねジョージは。確かに見てくるんだジョージ。あの銃を使って非術師を皆殺しにするわけか。やっちゃおうか。皆殺し。やっちゃおう。まあ、術師相手には積極的に使った方がいいからね銃は。そうだね。うん、いいね。どこかのハゲも言ってたもんね。私も積極的に使うべきだと思うよ。なんでわかるんだよ。一緒。エコー対応するね今日。これちゃんと3人とも覚えてよ。あ、俺もか。うん。なんで他人事みたいになってんの。3人とも覚えたよじゃねえよ。こっち系やめろお前。これ別の世界から見てるようになってる。ああ。あ、今日はもう寝よう。寝るのか。今
異変がないってことだ。そうだね、まずは寝て、こっから寝ようか。じゃあみんな、もう寝ようよ。おやすみなさーい。今日帰っとく。帰らない帰らない、早いよ。帰るか現象ですか。帰るか現象来ちゃった。帰るか。物理的に帰るか現象だ。さあ起きた。二日目。おはようございます。あ、一日目。会議だ。ゴミ箱、ゴミ箱にティッシュいっぱい増えたんじゃないの。ゴミ箱ティッシュいっぱい増えたの。そのティッシュ全部私のです。ちょっと使いにくいからやめてよ。全部私のです。使いにくいよそれ。鼻詰まりえぐくてね。えぐ、ああ、鼻詰まりだよね。あ、もちろん。そう。ティッシュも打たせて。打たせて。やばいって。打つなよ。お、え？打つもんじゃねえだろ。ジョージいねえじゃん。ジョージいないよ。あ、残分。あ、いる。抜き合おうじゃん。てかそっち見てなくね？ジョージ？ジョージ？ジョージうんぴしてるんだけど。うんぴ。めっちゃうんぴしてるんだけど。貫通型？貫通型だね。多分穴開いてるんじゃない？あれ呪霊玉と同じ味質。あ、最悪だ。呪霊玉は土砂物よりひどそうなんだけどな。土砂物。呪霊玉製造機とかしたから。やばー。ますます興味あるね。これお尻に穴開いてるのか。最悪だよ。そういうティッシュねえし。ないね。使いすぎだろティッシュ。確かにティッシュない。全部私が私とジョージで使い切ってしまった。ティッシュどこにあるの？思う存分抜き合おうじゃん。やめろ。やめてよ。え、でもこれ異変なの。え？え？流した。流した。うんぴ流した。あ、うんぴ流したる。お流した。じゃあそんななんかすがすがしい、すっきりしたような顔でこっち見るんだよ。気持ちそうだ。すっきりしてるね。で、もう異変でしょあれは。あれ異変だね。あれだけで。ライフルで、じゃあライフル取った方がいいってことだよね。これ使うって何？え？そうじゃないの？悪夢から目覚める。え？自分で？え、そういうこと？目覚めてください、園田さん。そのつさんじゃないよ。ああ、聞いてた。聞いてた。はわお。いいね。久しぶり。攻撃中か。マジか。おお、マジ。二日目だよ。それは本当です。本当です。そかもな。そかもな。さあ、異変探そうか。異変探そう。この回がね、変わり、絶対変わると思うんだよね。そうだね。だいぶ人相悪いけどね、デフォルトで。絶対。うん、あ、あ、ジョージ。ジョージの場所が変わっている。お猿のジョージ、猿め。さあ、うわぁ、あぁ、出てきた、本当に猿め。怒られないかな、あんまり言ってて。大丈夫かな。ちょっと不安になってきたけど。君のチャンネルだから知ったことか。ひどひどいよ。こちらの大義だ。大義だ。失礼だな。炎上。吹っ飛んだ。吹っ飛んだね。炎上は怖いね。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 あか。お。おって。これは何もなさそうだね。そうだね。スグル以外異変がない。うん。異変がない気がするよ。スグルじゃねえ、シャックスだぞ。なんで俺に異変があるって分かったな。どう考えても異変だろう。ねえ、これ夢だからエコーかかってるってこと。目覚めの時は今です。そういうこと。そういうことにしておこう。ちゃんと3日目だ。ちゃんと3日目。あの、ベッドの、ベッドルームには異変はないんだよな。ないね。なんでベル上がったの？ベル？ベル？ベッド？ベル？このカス。急に悪口。急に悪口じゃん。うるせえダボ。ダ。そうないで。いやダボお前。だけどダボお前。いやダボじゃないサボ。サボ。サボ。さあ、4日目に出航だー。そうだー。いやー、ワンピースの撮影始めてくぞ。おつる頑張るぜ。いやだ、
やだ、やだ、お父さん久しぶり、やだやだ、おお、またマリカやっとくか。マリカ配信やってくぞ。そうそう、マリカやっとくか。ゴードン様に誘う。ゴードン、ベラビー、何だっけ、呼んでくるぞ。あの、本当サムネがカオスだからね。考察700は硬いな。硬いな。驚きよ君たち。いや、悪夢から覚めるよ。おい、さあ、悪夢から覚める。今日は呪術廻戦の撮影なんだけど。違う、これまでやっちゃダメだよ。あ、え、あ、あ、異変あったじゃん。あったの？またマンデーからだよ。気づかなかった。え、どこにあったの？いや、多分細かくみんな見た方がいいと思うよ。え、うん、そうだよ。君、舐めすぎ。舐めガキが。舐めガキが。なんだよ、それ。そうだね。ジョージの靴が変わったとかもあるかもね。なるほど。あ、確かに本当にあるかもしれないからな。もしかしたら顔がお猿さんになってるかも。やはりジョージ。異変がすぎる。あれありえるかもしれない。さっきより目が、あれかな、キラキラしてるとかかな。そうだね、推しの子みたいになってるかもしれないしね。そうそう、星マークになってるかも。私が望むのは専門だ。間違えた。県民、なんだっけ。県民だよ。県民だよ。さあ。え、ちょっとあの、ん、このビールとかも見といたら、ちゃんと。女、出ないの。3つだよね、これ。3つっての覚えといた方がいいよ、ミートボール。ブルムシか。女の子は出ないんじゃないかな。女の子見たい。あまない？そうは思いません。今日はあまないじゃないよ。っていうかさ、ビールの位置ここだったっけ？いや、本物？いや、サドル、久しいね。サンプルの術式。サンプル？場所、多分覚えといた方がいいよ。覚えといた方がいい。この角度、覚えてないのかい？寂しい。わかんない。この角度、頃合い。一回、ちょっともう一回普通に寝ていい？うん。さあ、進むといいね。ねえ、これで進んだらいいんだけど。これ幽霊とか出ませんよね？え、あ、あ、きっしょ。きっしょ。なんで外すんだよ。外しちゃった。違和感ないけどな。ないよね。ないよね。こんな、ここ閉じ込められたってわけ。いや、遅いよ、その反応。遅すぎない？遅い？遅い。この家から出るために今探してんだよ。家から出られないの？出られないよ、今。出られないよ、出られてる。ナンセンス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 。あ、正解。お前、サイゼリアだったんかい。表情がちょっと変わってるとかあるかもしれないですからね。なさそうだけどな。怖そうだね。かの、あの顔。ねえ。眼力やべえな。や、が、ヤガ学長みたいな感じだよ。そうかもね。眼力が、ヤガ学長。学長って。ヤガ学長？今日何言ってんのお前さっきから。うわ、びっくりした！あ、びっくりした！怖っ。え、なんか、これ誰ですか？これ、あれじゃん、いい術式持ってんのに、弱い意味がわかんねえわ、じゃない。ああ、変身の術式。増殖じゃない？増殖？ああ、そういうこと？うん、5人に増殖する術式でしょ？そういうことね。わかったなぁ。助けてくれよ。間違えた。え、そんないいもん持ってんのに。え、ごめん、間違えちゃった。なんでそんな弱いのかね。あれ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 、これもう失敗じゃねえか。失敗！びっくりした！びっくりした！びっくりした！生き方は決めた。あとは自分たちにできること、精一杯、やっていくだけさ。逃がすとでも？はい。じゃあ今日撮影聞くよ、これで終わりですか。いや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 、ありがとうございました。来たよー、クリアするまで待ったよー、あれちなみにこっち押したって。あっ、うわっ、待って、ベイブレード、ベイブレードするぞ。少佐の先決食らった私みたいだった。顔が止まっちゃってる。どんま
いってやつじゃん。受け流したけど、どんまい。どんまい音もちゃんと鳴ってんだね、これ。ちゃんとフォンフォンフォン言ってんだ。これは自害しよう。これ自害だね。ちょっと一回、ちょっと、自害しよう。ちょっと、フォンフォン鳴ってるのが自害するの、ちょっと、あれなんだけど。いや、これぐらいなんか分かりやすい変化だと助かるよね。そうだね。あ、助かるね。フォンフォンフォン。これはさすがに2日目でしょ。そうだね。次、行くよ。あれ？なんかでかくね？なんかでかいよね。違う、浮いてる浮いてる、え、なんか、ケツ浮いてないこの人。ケツ浮いてる。ジョージ、ケツ浮いてるし。これめちゃくちゃ体鍛えてんだ。そう、鍛えてるね。意識高いって。これ、あれじゃない、もしかして、椅子に座ってる時、ちゃんと椅子に腰掛けてるの？厳しいって。ってやつじゃない。男はやっぱ鍛えないといけないから鍛えないといけないから、厳しいってなってるかも。危機感持つよね、さすがにこれ、危機感持たないと。厳しいって常時にこすりすぎやろ。私が言うのもなんだけど、ちょっと似てるからついね。常時めっちゃ、ね、流れてくる。常時好きなんだよな。2日目、いや3日目、思う存分間違い探ししようじゃん。もうびっくりした、いるじゃん、もう言えんじゃん。ええ、また増殖の術式、増殖、増殖の術式だわ。なんでそんないいもん持ってんのに、にわかが出てんじゃん。俺たちにわかだし、私たち二人でにわかなんだ。いいねいいね、調子いいね。久々にやった、これ。エンジンかかってきたね。いや、もうとっくにフルスロットルでやってるよ。フルスロットルでやってるよ。ね、マヒト。やった、急に呼ばないでよ。チューしちゃおうか。この撮影、終わらせていいかな。我々二人で乗っ取ろう。乗っ取ろう、乗っ取り合おうじゃないか。やめてよ。やめてよ、そんなの。たまに特急ジュリも出てくるから。我々呪いだからね。うん。呪い合うからね。払ってね。払って。あれ？あれ？いや、今回ちょっと難しいんじゃないでしょうか？今回もしかして、何もない。頼むよ。え？な。あ？これは、うわ！やばい！え？何？やばい！これはちょっと行くしかないでしょ。行ってみる？あっ！うわ！びっくりした。後ろ向いたらいるよ、これ。びっくりした、やめてよ、そういうの。ああ。やめて。すまない。めたかったか。怖っ。いやー、怖かった、今。びっくりー。ね、急に来られるとね、ちょっと準備してないからさ、僕。かっちゃん。はいはい。家から出れたら、クリアだよ。意外と、簡単だな。簡単。簡単、簡単。クリアの仕方が決まっているゲームは、簡単にクリアできるぞ。簡単、簡単。なんか頭悪いな、やっぱ。やっぱ頭悪いね。簡単に乗ってくるから。乗ってくる。千年分の知識をフル活用して、今この撮影に馳せ参じているというのに。千年浅すぎだろ、お前。浅いな。本当に、千年前。めっちゃ浅いぞ。え？お、どうしたんだい？何か。これ、リアルに来た？あ、リアルじゃないか。リアルじゃない。誰か叩いてんのかと思った。本当にやるすぎて。お、てか私ゲームをつけてなかった。なんか音する。何の音？やめて。どうしたんだい？何の音？何の？うわ。あ。うわ。あ。びっくりした。すまない。私があれかな、おならしちゃった音かな。うわうわうわ怖い。怖い。なんなの？え、これ近っていい？近っていいのかな？いや先生。陸眼的に見たらどう？近寄らない方がいい。俺はね、近寄らない方がいいけど、俺は近寄った方が面白い。面白い！あれ？あれ？何もないじゃん。ジョージ、奥にいるのはジョージか？奥にいるのジョージだよ。奥行けない？奥行けない。ダメだね。見つめられるだけなんだけど、二人から。二人ともいい顔してんな。いい顔してる。これハサウェイ流れんじゃない？テレレ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 レ。なんか明らかな異変すぎるよな。続きて終わり？終わり？クリアできちゃう。急に10ガッてこう
捕まるんじゃん。え、怖っ、それ。それめちゃくちゃ怖い。私だったらそうする。誰だってそうする。悪いこと考えるな。これはどうだ？ラスト。終わり。ラストですよ。これで異変がなく外に出られたら。お疲れ様でした。お疲れ様だ。僕らの勝ちだ。やばい、フラグになってきてる。勝ちだよ。南ってないそれ、空港。ユウタの勝ちだ。勝ちだ。今の顔、もしや。顔？ん？ジョージ、ジョージ。何か変化あった？ジョージ、ちょっと顔、よく見して。やはり、つくもゆき。つくもゆきじゃん。前の好きなやつだろ、ゆき。すまない。いや、もう今、この撮影、果てなき男だからさ。あのさ、つくもゆき、男性ホルモンめっちゃ上がってるやん。ゴリすぎでしょ。ゴリだね。それじゃあ男性ホルモン出てる。出るよ。え、これ出れんの？出れる、と思うんだけど。いけるかな？ちょっと、やってみようか。出るよ。これで出れたら、僕らの勝ちだ。それみんな見てないだから、それ。北に行くんだよ、僕ら。眩しい！眩しい！眩しい！あ、あ、お？え？お、クリアだー。楽勝だったね。楽勝だったね。まあ、僕らはね、特急3人だから、クリアできて当然でしょ。まあ、だいぶわかりやすいしな、これ。難易度低めじゃないですか。これはね、難易度高かったね。はっきりよ。それじゃ、今日は、これで、脱出成功ということで。いや、もう、ありがとう。楽しかったよ。ありがとうね。次もね、また、新たなる間違い探しの閉鎖された空間に投げ込まれる予定だから。なかなか今回はテンポ良くて楽しかったね。楽しかったね。おお、次の動画もしっかりと見てくれよ。出てくんなよお前。最後の最後も。最後まで。アウト。長い長い長い。